はい、どうも、全世界1億3000万の、怪獣ファンの皆様、お待たせしました。佐世保怪獣ゾンビ惑星第2回わー、はい、というわけですね、第2回が始まってしまいました。はい、ですね、まあ今日はですね、前回お話した通り、はい、バーン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 パーパパパラララパーラーラパッパパーラ、はい、ゴメスでーす、ゴメスくんでーす、どうもー。はい、ゴメスといえばね、普通の人たちはだいたい野球選手のゴメスを想像すると思うんですけれど、私たちの中では、このゴメスが一般的であると感じですね。はい。で、このゴメスくんはですね、何にかって言うと、これ実はウルトラマンじゃないんですよね。実は。ウルトラマン戦ってません。これはウルトラマンの前身のウルトラ Q という、作品に出てきて、しかも、ウルトラ Q の第1話の怪獣です。これ65年か66年ぐらいの作品なんですけど、こいつ東名高速の工事中に、こう工事中に出てくるんですよ。工事中のところから、ね、いわゆるこいつはこう地のものの怪獣ですね。 いたんですけど見つかんなかった系っていう、しかも東名高速第三航空かなんかの、なんか、工事中に現れるというね。まあ、その辺にいたやつなんですよ。その辺にいた怪獣なんですよ。まあ、怖いですね。こんなのができたらね。でね、こいつは、しかも、ね、ご覧ください。この、凶悪そうな顔。実はですね、こいつですね、哺乳類なんですよ。哺乳類っていう、こう、説明がされています。しかも、哺乳類で、変温動物。こいつ、もう一回言うね。哺乳類で変温動物。今現在、ね、日本、地球上で、ね、まあ、代表的なのといえば、哺乳類で変温動物といえば、あれですよ。怠け者とか、あの辺に近い。しかも、哺乳類だから、子供を乳で育てます。恐ろしいですね。子供を産んで、まあ、こいつ多分乳がないんで、多分これは、オスの個体なんでしょうね。メスだとこれ乳があって、乳で、子供を育てるというね。まあ、恐ろしい。まあ、おぞましい。おぞましい。まあ、おぞましいのかな。というね、この怪獣ではございますね。はい。で、これはじゃあ、これウルトラマン出てきてないから、どうやって倒したかというと、人間の力でもなく、一緒に、その時に一緒に出てきたリトラっていう怪獣がいて、そのリトラのこの3によってやれます。3の攻撃によって。で、ちなみにそのリトラっていうその怪獣は自分の3によって自分の食道が溶けて死にます。もうね、どうしようもないっちゃうね、この2人。でもね、かっこいいんですよ。で、これかっこいいで、これ、あとある怪獣にそっくりなんですけど、これ、尻尾見て、尻尾。これ何か尻尾似てません？この怪獣。そうなんです。これね、実はね、ゴジラのスーツの、こうやり替えて作ってあるんですよ。だから、もはやね、この子はゴジラと言ってもね、過言ではないという。そんな怪獣でございます。どうでしょうか。これね、横から見てください。角とかね、この顔の横から出た牙とかがね、はい、特徴的ですな。はい、前から見るとゴジラっぽさがやっぱこう際立ちますね。はい、こうして見るとなんかあれですね、地球人の味方のゴジラみたいな顔をしてますわな。はい、多分 これはゴジラ対モスラの時のスーツって言ってたかな。うん。
一応ね、ちょっと違いを見せるためにね、尻尾が二股に分かれてるぐらいかな、この尻尾はな。はい、というわけでね、そんな、怪獣、ゴメスでしたね。はい、これもうこれはね、これはまあゴジラ、さっき見たようにゴジラと言って もう過言ではないぐらい、まあ、ゴジラっぽいんですけど、ね、私ね、近所の公園とかでもう一人で、ね、こう撮影とかして遊んでるんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっとこちら、はい、これはウルトラマン第1話に出てきたやつですね。はい、これね、次週ね、次回紹介します。はい、これちなみにこれをで遊んだ時に子供たちが、あ、ゴジラ、ゴジラの人形だって言った、ゴジラ似てねえだろうって思いつつも、まあね、その子供たちには、違うよ、これはね、ウルトラマンの怪獣なんだよっていうのを指導しました。はい、というわけでね、次週はベムラーでお会いいたしましょう。さようなら、バイビー。